緒で、はい、趣味がユーサースノーボードバイクになること、はい、懐かしい自販機屋台巡りっていうのは、御三家ってあって、はい、うどんとかラーメンとか あとトーストとか全国いろいろあるんだけれど、はいはい、だから埼玉だったら17号線とかにオレンジハット系のチェーン店とかあって、はい、そこをディグリに行ったりとか、そう自販機のために行くってことですか。柏の方とか、あの大洗の方とかに、はいはい、あの300円の弁当、それ1台しかないアライアオートっていうところがあるんだけど、はい、お弁当出てくるんだわ、はい、焼肉弁当とか、はいはい、それを買いに行くためにバイクで行って、めちゃめちゃ遠いじゃないですか。アナログ的なものをめでる気持ちに近いみたい。そうですね、昭和の感覚を取り戻してるっていうか、はいはいはい、うちの親父との思い出を、そうなんですね、そのなんかこう自分探しの旅をしてるって感じなんですけど、そうなんですね、うん、じゃあ特技が司会進行、まあそうですよね、ユウさんね。そうですね、散々やられてましたもんね、はい、司会進行、はい、で長所バイブス、短所ちょっと書いてあります。まあでもバイブスはそれはすごいですよね、ユウさんで。おちょこちょいだとこあります？おちょこちょい、俺がおちょこちょいじゃなければもうちょっと日本語ラップ盛り上がってたと思う。そうですか。もう申し訳ないと思う。もう少しちゃんとやれたと思う。でも逆にこのバイブスと表裏一体とかいうところはあるんじゃないですか。情熱がなんかほとばしってこう溢れちゃってる感じがユウさんじゃないですか。人間発電所かい。で僕やっぱり、ね、ファン目線で見れるからやっぱ分かっちゃう。それがいいっていうか、やっぱりついてきたくなるなって思っちゃうんですけどね、うん、いやでもユウさんたちそんなでもブラックマンデーやってて、うん、1年後にナイトフライトなんですね、このラジオ番組。ナイトフライトをやるにあたって、その中尊寺ゆつこさんとハングアウトしてた時とかに、ゆつこさんも業界のそのパワーを持ってたから、はい、ゆうちゃん なんか欲しいもんないか、とりあえず金馬買ってもらいたいって言って、いや金馬は無理やけどっつって、じゃあ他はって言ったら、俺ラジオやりたいっつって、 WBLS みたいなものをやりたいんだみたいな、レッドアラートとかパンクマスターフレッチみたいな DJ、 もっとなんかヒップホップをこなんだろう鳴らしたいんだよねって言って、東京タワーの変電機が変わる、その放送がなくなる時間帯にない枠をそのゲリラ的にそのいただいて、だってユウさんとナイトフライトって不定期放送でしたよね。なんか何ヶ月かに1回、もうその日にしか分かんない、その日に分かんない、そうですよね、情報が全然足りないっていう、夜中の1時にヒップホップって書いてあるだけなんだよ。たまたまラジオの番組お休みになる枠を滑り込んでやってるじゃないですか。だってマンハッタンレコードにさ、ラジオやるぞって、ラジオやる番組のフライヤーある、おかしいだろ。確かにそうですね、うん、教えてあげたいとみんな分かんないみたいな、うん、確かにそうです、毎週何曜とかじゃなかったですもんね。だと努力してきたんだよ。でも当時やっぱその情報が本当にない中で、当時ヒップホップ好きなヘッズは逆にそこのもう放送されるってなったらもうみんな聞くみたいな時代でしたよね、うん、大変だったよね。月曜日とかもう寝てたらね、学校でみんなやっぱダビングとかして頑張って聞いたりとか、ガチャガチャってなったらもう、うんね、もうこうキャラメル上げながらこういうガチャでガチャッみたいな。3時間か、生放送だから喋りすぎて顎関節症になってたよ。顎が割れてたよ。ありえないぐらいヒップホップでしたもんね。あの帰りのタクシーで倒れてる。こんなんなんだって当時僕らで聞いても こんな話し方してる人たち聞いたことないみたいな、こう完全にそのユウさんたちの世界のいつものノリが出てるから、そう全然知らない人からすると普段のラジオと全然違うみたいな。めちゃくちゃだよね。レブラージにしてもクラブ社員にしてもそれぞれの喋り方も特徴あるし、しかもみんな超自信満々だしみたいな感じでしたよね。だが強いし。だけどその時からうーんって思う人いて、あ誰が、それは何、上手かったってことですか、パーソナル。いやそれはもう志郎くんですよ。もう今やだってもう押しもっせんで、やっぱ上手かったってことですか。歌丸さんはね、はい、そんだけごちゃごちゃクロストークしてるんですよ、はいはいはい、天さん。しかももうそうそうたるメンツがですね、そうそうたるメンツがやってるんですけど、はいはい、あ、ちなみにね、今シローが喋ってるからね、自分で言ってるんだよ。あ、ちゃんともう自分が何たるべき人で、はいはいはい、シローって人間が自分で喋ってるよ、この声を伝えてるあなたたちにっていうのを伝えてるから、すげえやつだな。もう当時からちゃんとリスナー目線でちゃんと物事話してくるんですね。めちゃめちゃやっぱユウさん歴史長いですね、本当に。いや、まとまんない、うん、
3品があって、うん、その後こう98年とかグラフィティロックとかあるじゃ出るじゃないですか、はい、でユースあの頃からよりこうメディア露出どんどん大きくなっていってたじゃないですか。まあそういうレーベルだったからね、はい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 、うちのそのカッティングエッジ、まあ、エベックスがやってるレーベルですもんね。まだ若いそのカンパニーだったから、はいはい、タレントがいっぱい出てかなきゃいけないってことは CM いっぱい打ってたじゃん、はい、深夜とか、はい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 、あの A のマークガンガン出てました出てました。俺たちすごいいっぱいこうプロモーションって言いながらなんか番組もやんなきゃいけなくて、はい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 、それがなんか認められて、だからスイートラブシャワーとか、はい、だから最初の仕事だよ。あとなんだユウスケサンタマリアさんのやった番組とかの後釜が全部俺やってて、うん、でもぶっちゃけめちゃくちゃその時はやっぱ儲かってたって言い方あれですけど、いや儲かったっつって、でも最高月収のとこ見たら500万くらいって書いてありますもんね。いや儲かったっつったってさ、あのスペースシャワーも六本木にあったからさ、はい、毎週金曜日にさ生放送でさ行くわけじゃん、はい、真面目に帰ってこれるわけないじゃん500万だって言うけど年間800万使ってんだよ、かなくないじゃん、ね、あじゃあ使っちゃってんすね、かなりまた、ね、もう悪性身につかずだよ、もう確かにそうですね、結構長く使ってますやりたかったって成金だからさ歯の上に歯入れてみたいな。でもゆうさんやっぱその時そのファッションアイコンでもあったしアーティストでもあったしタレントでもあったしみたいな、こうすごい 何足もわらじ履いてるみたいに僕らからも見えて、大変でしたよ。だけどその中で自分の最終的にここの部分は折れなかったなっていうところが、はいはい、やっぱヒップホップが好きだから、うん、どんなにその美人になったりいろいろこのコンフューズしたりストラグルな状態になっても、うん、なんかみんながいるって思った。あ、はいはい、俺が欠けたりいろんなアクシデントがあっても、はい、ヒップホップの力っていうかエネルギーはこんなんじゃそれこそくたばんないから、はいはいはい、ここを信じようみたいな、うんうん、確かに。だから本当やってきてよかったと思ってるし、うん、まあ、自分もそこに巻き込まれてたわけなんだけども、うん、でも履歴書にも書いてあるけど僕もやっぱそのゆうさんすごくいろんな、だって CM もめちゃくちゃ出てましたよね。そ そうそう、焼きそば弁当とかバゴーンとか、はい、マルちゃん丸焼き、はい、あれ全部地方によって名前違くて、あ同じやつがあの名前変わってるんですか。そう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 、なるほど、はい、東洋水産え他もいっぱい出てましたよね CM。 アミノサプリとか朝日こんなまん結構すげえ、もう結構いい CM でしょうね。全部パピコとか、パピコ、はいはい、あと日産とキノと遊びをシフトする日産すごいですね。コンセントマンション8月31日まで東京ディズニーランド。あでもやっぱ今もスコパダツライフマスすげえ、なんか聞いたことある感じがしようとしてでもやっぱそんだけ露出しててもユウさんその時ヒップホップロワイヤルとかこのヒップホップフェスとか、はい、やってたよ、やってたじゃないですか同時で。やってたよ。あれもなんかその今までの3品とか僕が見てもこういろんなヒップホップイベントとかフェスあってもどっちかっていうとこうアンダーグラウンドのバイブスをちゃんとなんかやってたものって、ヒップホップロワイヤルってすごいカラフルで、うん、なんか開かれたイベントだったじゃないですか。そうだね、当時のユウさんの活動らしいというか、うん、だけどその三品とか LB 祭りとかでなんかごちゃごちゃ言われてたこととかもうそういうのなんかめんどくさいから、うん、なんか俺の好きなアーティストをやっぱ出したいっていうか。確かにだって三品と LB 両方出てましたよねヒップホップロイヤル。スチャダラパーさんとも、ま、妄想族もみんなだって一緒に出るってすげえいいことじゃん。いやめちゃくちゃすげえいいことだってこれヒップホップだぜ。なんかそれを俺がやりたくてもうとにかくお願いしたね。みんないろんなレーベル呼び、はいはいはい、で呼んでもらってこの俺がもう頭下げまくって。そうなんですね。うん、時間をさ、あのしっとりさ、2.5 曲だよね。でも僕さらにこう履歴書見てやっぱ超気になる。日本ラップアカデミーありましたよ。はい、ありました。うん、これやっぱいろいろご心配かけました。いやいやいや、でも早かったんですよね、今から思って。プリンパッチ先生です。プリンパッチ。これ僕もやっぱあの当時あのダースレーダーユウさんと一緒にラップアカデミーやってたダースレーダーの近くにいつもいたんで。そうですね、ダメレコさんですからね。ダメレコでしたし、すごい、はい、話めっちゃ聞いてたんですけど、はい、これ改めてどういう企画だったんですか、これ振り返ってみると。これはだからうちの雷家族のパトリックがなんか、はい、あのいろいろこの今後のことを考えてあのヒップホップの4エレメンツをもとに、うん、あのこういろんなあのテクニックとかそういうことをあの教えてでもいいんじゃないかっていう風になって提案があって、はいはい、
でハブと、ダースとあとリノもいたような気がしてあと俺といろいろ考えて授業の内容をどんな授業を考えてたんですか当時実現してたの自分のストリートネームの付け方、はいはいはい、石田だったら ECG とかユーザーロックだったら竹内優だったりとか確かに僕ザーはユーさんのザーあのすげえ意識しましたけどね出世返しいやいやいやちょっと何も返しないですあのコール&レスポンスの仕方とか、はい、あと聞くべきアルバムの紹介とかああはい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 ありますよね、用法問わずここはこう押さえといた方がいい、うん、あと朝起きたらどうするべきかとか朝起きたらどうするべきか、うんはい、俺は今日ユーザーロックとして何をすべきか一つ考えて行動しようとかすごいですねそれでも、うん、グラフィーをどこで書くにはとかあとスランプになった時に何を聞いて脱出するべきかとかそんなことまで教えてくれるマイクの洗い方とか、はい、管理の仕方とかすげえフェーダーの触り方とか、はいはいはい、先輩との、そのコミュニケーションの取り方とか あと地方に行った時に、はい、学園祭に行った時に、どうやって、生産してもらってペイしてもらうかとかその CD のジャケットの取り方とかデザインの仕方とか、はいはい、ロゴマークとか、はい、タギングの仕方とかじゃああれですね本当に音楽の専門学校的なだから韻の踏み方もクレバスタイルとか、はいはい、シンクンスタイルとか、はいはいまあ、いろんなやり方がありますよねいろんなスタイルのこととかこうずらずらずらとダンスとかと話し合ってじゃあカリキュラも一回全部作ってみてたんです、うん、でもこれ10年前ってことはもしそこで実現してたらもうそこ卒業した子が結構な年齢にもしかしたらなってるパだから世界線もあったかもしれない、ね、ラップスター誕生とか、はいはい、いろんななんか バトルとかあるショップもある、うんうん、そういうところにだからもしかしたらそういう卒業生がいたかもしれないだブレイキングダウンに出てるのはうちの3回生ブレイキングダウンまたラッパも出てますけどそこを目指すべき場所では大事ですでもあそこで活躍するのもすごいことですけどねでも確かにでもユウさんってやっぱその昔からそのエデュケーションするのがすごかったじゃないですか そうだ、ね、そういうスタイルだったじゃないですかはいなんか僕もやっぱヒップホップ早まった時ユウさんだったのってやっぱそのユウさんが熱を帯びてカルチャーを消化してるみたいななんかラップが好きになったというよりそのやっぱカルチャーごと好きになったのが長く続いてるのかなとか思ったりしてやっぱ ね学校に行った時にその人種差別とか、はい、黒人 その公民権運動とかを小学校の状態からも学ぶわけ、うん、はい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 マジン・ルーサー・キングとかうんあこの最初の小学校の時ですかマルコム・ X とかもう低学年ぐらいの時に、はいはい、だ俺ヘイカってたから、はい、すごいそこから始まってんだよ差別学校で受けて、はい、街中に受けてうんそれで中学の時にピタッてこうリンクするわけなるほどあれ今まで学んできたこととかが、うん、パンクと言ってることとか違えみたいなエンターテインメントとエデュケーション教育と娯楽って一緒だ一緒にするんだっていうかそのアフリカバンバータからそのケアレスワンからのこの流れで、はいはいはい、あれこれ学校子供の時にもやもやして鳴らしてたことだぞみたいな、うんうん、おやすてズガンって出してるのがパブリックエネミーと BDP なんだって思って、はいはい、そこからだからでもすげえかっこいいサウンドだみたいなでも言ってることがすごい社会だみたいなギャングスターラップもギャングスターラップじゃないような気がするんじゃなくてあれはすごく魂の叫びというか、うん、もうソウルというかゲトーからのリアルな気持ちだしギャングになりたくてギャングになってるわけじゃないだろうから、うん、だから俺はヒップホップでやっぱこうやって救われて自分の人生が自分でこうやってなんかこう運ぶようになったから、うん、だからすごく影響を受けた分返すっていうか、うんうんもう勉強しろってすごい言ってましたもんね勉強しろって言ってたよねその勉強しろってそのテストを頑張れとかの勉強しろじゃなくやっぱりそのカルチャーとか向き合えそうヒップホップとかなんかそういうなんかあんなに響く勉強しろはないですよね今考えるとラッパーが最後に勉強しろってはけていくのとか結構すごい衝撃的じゃないですかある種いや違う熱苦しいだろいやでも僕あのくらいの熱じゃないと最初の一歩踏み込まないですよなんかこのカルチャーを掘ってなんか好きになるみたいな僕やっぱアウターヒアのあの曲はスキットのやつとかもう死ぬほど聴きましたよアルバムのスキットがユウさんのライブの MC なんですよね、うん、であのケアレスワンのアウターヒアをずっと訳してどういう意味なんだって、ね、勝手に訳してるだけなんだよ教えてるっていう MC がやってそれがもう激アツでもう多分それ触れるとみんなこのカルチャーやっぱ一番かっけえなって思うんですよあれは
それも最後勉強しろっつって終わるっていう、アルバム聴いてて勉強しろって高校生がすげえ言われたくないはずなのにめっちゃはいってなりましたもんこれ。いやでもやっぱそれが学校やるときにユウさんが校長をやるみたいなの違和感のなさというか、だから そこまでさせるヒップホップには力があったというか、人が一人でもなんか変わってくっちゃうぐらいの影響力があるっていうか、そうですね確かに、ビッグバンだったと思うので、それになんかすごく一番なんか身を注いだというか、今思えばね。いやでもすごいですよね。でもとても振り返りきれないですよね。振り返りきれないね。しかもこれ全部そのまだ何もない時の時代じゃないですか。ラップとかの形が定まってないというか。でも逆にまた今こういろんなのが増えてきて、ユウさんもまたアルバムとか出されたじゃないですか。はい。それこそブルーハブレコーディングスからとか、はい、そのめちゃくちゃ新しいチャレンジなわけじゃないですか。チャレンジしたね。山に登ったんですけど、もう自分で大きな山を作りすぎたからね。今一生懸命登ってる最中なんですけれども、だって50歳でさ。17曲さ、フィーチャリング入ってなくてさ、お前そんなアルバムねえぞ。めちゃめちゃ聞き応えありましたね。やっぱ今のユウさんの話とか昔の話とか全部こぼってるじゃないですか、やっぱラップの中に。はい。だからやっぱグッときましたもんね、やっぱり。ありがとうございます。俺も振り返ってみたら事件中の事件ですね。ユウさんがボスさんのとこでアルバム出してくる。まあそこもね、みんな知ってるからね、いろんなね。そう、当時ね、そんなまさか仲いいと誰も思ってなかったじゃないですか。そのブルーハーブとユーザーロックって結構あの日本のヒップホップでも真逆ぐらいに見えてるじゃないですか。その2000年過ぎぐらいの時って多分ユウさんはすごくメディア露出してて華やかなシーンで、でブルーハーブはもうアンダーグラウンドを代表するようなアーティストじゃないですか、ある種なんか。でもそこがこうやっぱ2020年過ぎて結びついてくるっていうのは、まあ、必然だったんですかね、これは。そう考えればそうなんですけど、 だけど一重に思うのはだから続けてきたことだと思うんだよね。続けてこれたからこのチャンスが手に入ったというか、はいはいはい、でも俺にもだから楽しいことだけじゃなくて、やっぱそのデブラジの詩、まあね、ECD さんの詩、はい、大隅の詩、マキさんの詩、ヒロ君の詩、だから真っ赤なのよ、フクロウのやっぱ DJ ケンソーの詩とか、はい、やっぱすごく大きいので、彼らの分ももっとヒップホップをやっていかないといけないと思ってるし、そうせざるを得ない。しかもこれ履歴書に戻るとあれですね、はい、最後今後の夢目標を書いていただいてるんですけど、はい、日本だけではなくインターナショナルに世界のヒップホップをつなげるアジア初アンバサダーになりたいというか目指しているって言ってたんですけど、これは改めて説明していただいたらどういう形なんですか。日本語ラップ もちろん聴いてるし今も聴いてるんだけど、韓国に行くようになって、あと中国のヒップホップフェスに出たんだよね、はいはいはい、大きな。それ であのタイとかあのメックとかに呼んでもらったりとかして、今月もだからあのインドのゴアとか行ってまたマイクを握るんだけども、はいはいはい、アジアでそのヒップホップをやって、あのこうヒップホップを通じてこうみんなとこう橋渡しをしたいというか、つながってこうみんなでこうヒップホップのカルチャーに貢献していきたいというのが、一応今のところの目標というか夢で、どこの国もやっぱまた違う盛り上がりを見せてますもんね。だってさ、US は US で面白いと思うんですよね、だけどあのヒップホップが生まれて今年50周年なんだけれども、そうですね、だからやっぱ日本だけじゃなくてアジアだけでもそのなんていうのオリエンタルなヒップホップのフェスとかが、なんか俺はこの目であと生きてる間に見てみたいっていうか、どう思う？ケンちゃんとかも絶対出てほしいなと思うし。いやそうですね、僕もあのタイとかベトナムとかライブ行ったことあるんですよ、でもやっぱりそのめっちゃ盛り上がってるしレベルも高いし、なんか必然性もありますよね、それぞれの国にすごく。俺がやっぱアジアの人たちとかとすぐ打ち解けるのは、はい、ヒップホップが好きだから、はいはいはい、確かに。え、誰好き？確かに確かに。で日本はジャジスポーツとか、はいはいはい、ザ・ビーツとか、みんなもう知ってんだわ、はい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 、ディグリの精神もすごいし、確かに、楽しい。同じ音楽とかカルチャー好きだとそういうこと好きなアーティストを知ってると、あお前はああいう感じが好きなんだとか、こう、なんかめちゃくちゃ分かり合えるじゃないですか、言語以上にやっぱ、で僕逆にユウさんに会って最後聞きたかったのは、なんかユウさんたちってこう超アンダーグラウンドのとこから始まって一回こう2000年ぐらいのこうヒップホップすごいブームというか、はい、ある種一個爆発したじゃないですか、はい、当時大学生ぐらいでそれをすごく享受して、でまた一回こうちょっとヒップホップ全体が
冬の時代になってまた今こう新しい波が来てるみたいな流れなのかなと思ってて、うん、でユウさんたちって一回その大きい流れをなんかこう盛り上がりを体感してたから逆に今のシーンのみんながこうブームじゃなくこれをさらにしっかりこの日本という国ヒップホップを根ざしてこうもっと大きくしていくみたいになんか気をつけなきゃいけないこととかなんか思うことあるのかなと思って、あの俺がだから良かったことは全カーティス・ブローとかからは見てないんだけど、はい、ランデ MC 以降からは全部見てるわけ。そうですよね。しかもリアルタイムです。リアルタイムでそのベストアクスとかギアとかドラマシーンとかそのそっちも全部見てるわけ、うん、DJ っていうものの新しさとか、はい、ヒップホップっていうものの新鮮さ、うん、フレッシュって言ってるのは伊達じゃないんだけども、はいはい、ここ確信をついちゃうんだけれども成熟し尽くしてるから、はい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 、ヒップホップじゃないことをすることがヒップホップだと思っているんですよ。うん、はいはい、フレッシュなことをするってことですよね、うん、なるほど、うん、でもそうですよね。今あるものをなぞったらあんまりヒップホップ的な行為じゃないよねってことですよ。とにかく新しくないんだよ俺にしてみれば。なんか DJ ブースに DJ の人がいて曲かけててっていうかずっとそれずっとやってんだなみたいなのとか、これだけスマートフォンとかいろいろある中で なんでみんなで踊るんだろうとかなんで集まるんだろうとか大きな音で聞く意味とかだそういうところに迫ってくるんだけど、うん、まあ、確かにでももともとやるだけでフレッシュだったものが50年経つと様式美みたいなものにもなってきますもんね。そこからまた日本人が得意で、はいはいはい、これでなければいけない。あ確かに俺はあれヒップホップとして、はいはいはい、俺はどう思う、俺はそういう話しないんで、はい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 、もう絶対嫌だとか思ってて、うん、そんなことしてる時点でダメだと思うし。そうですよね。確かに逆に見たことないぐらい新しいものじゃないとダメだよね、うん、でも人と違うことをやってったら食えてがなかったりするじゃん。そうですね。でもそのロールモデルをやっぱ作ることがやっぱ新しいヒップホップなのかもしれないし、はい、確かにそうですね。うん、だから今からフリースタイルをやるとか韻を固くするとかではないかもしれないし、誰も見たことないラップアプローチを見つけ出す方が大事かもしれないですよね。そう、うん、何それっていうようなものとか買えないものとかを作ったりして提示していって、はいはい、最初は誤解を受けるかもしれないんだけれどもそれがやがてスタンダードになるっていう確信自信を持ってやり続けていけばそういうふうになれるよっていうこととかをなんか教えたいよね。なるほど、うん、マジ勉強になりました本当に。いや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 でもやっぱりユウさんがこう流れを踏まえておっしゃるからすごくなんか僕らも腑に落ちますよね。すごく確かになって思えるとこありますよね。マジでユウさんにこんなあのいっぱい話を聞いてとても嬉しかったです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。これからも日本のヒップホップ、皆さん応援よろしくお願いします。お願いします。